皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健ですこれから不正定構造の力学の例題編その4の2として仮想仕事の原理1の後半についてお話しします。今回の例題は例題編その3の1で扱った等分部蛇重の作用する単純針り AB について中央の点 C のたまみ VC を求める問題です。 単純針のスパンをラージエル、左端の点 A がピン支点、右端の点 B が水平ローラー支点となっていて、AB 間に大きさスモール w の等分付荷重が作用しています。X の原点を点 A とします。曲げ合成を EI とし、AB 間で一定とします。この例題で理解してほしいことは、仮想仕事の原理による単純針のたわみの計算です。 めめに針の反力を求めることとしますまず等分負荷重を集中荷重に置き直し外力と反力の釣り合いを考えます。これは例題編その3の1と同様ですので詳細はそちらをご覧ください。点 A での反力をそれぞれ HA と VA 点 B での反力を VB とすると外力と反力の釣り合いはこちらに示すとおりとなります。これを解いて ha =0 va vb 2, =2 分の wl となります。次に針の応力を求めることとします。点 a から右に x だけ離れた点 x で切断して、応力と外力の釣り合いを考えます。ここも例題編、その3の1と同様ですので、詳細はそちらをご覧ください。この時の外力と応力の釣り合いはこちらに示す通りとなります。 これを解いて、応力は NX イコール0、QX イコール W 括弧、2分のラージ L マイナス X、MX イコール2分の W 括弧、LX マイナス X の2乗括弧とじるとなります。ここからが今回の本題の仮想仕事の原理に基づく針の変形の計算です。 縄み VC を求めるためには、仮想円直外力 ΔP を点 C に下向きに作用させます。要約編で説明した通り、ΔP の大きさは1とします。この時の反力を求めることとします。仮想円直外力 ΔP に対する点 A での反力をそれぞれ ΔHA と ΔVA 点 B での反力を ΔVB とすると、力の釣り合いはこちらに示す通りです。これを解いて ΔHA イコル0、ΔVA イル ΔVB イル2分の1となります。 これより仮想円直外力デルタ P と釣り合う仮想内力を求めることとします。はじめは AC 間、すなわち X が0から2分のラジ L の範囲での応力を考えることとします。点 A から右に X だけ離れた点 X で切断して、出てくる仮想応力をデルタ NX、デルタ QX、デルタ MX とします。力の釣り合いはこちらに示す通りです。 これより仮想応力は Δnx=0Δqx=1 分のル δ m x, x 2分の 1x と求まります。次は cb 間すなわち x が2分の l から l までの範囲での応力を考えることとします。力の釣り合いはこちらに示す通りです。 これより仮想応力は、デルタ Nx イコールゼロ、デルタ Qx イコールマイナス2分の1、デルタ Mx イコール2分の1括弧 Large マイナス x 括弧閉じとなります。ここで得られた実荷重と仮想荷重による曲げモーメント図を示しておきます。実内力、つまり実際に針に作用している曲げモーメント Mx はこちらに示す通りです。 一方仮想内力つまり仮想外力 Δp に対する仮想曲げモーメント mx はこちらに示す通りです。AC 間と CB 間で式が異なります。ここで,で mx 並びに Δmx とも点 c で左右対称になっている点に注目してください。 これより仮想仕事の原理を用いて点 C でのたわみ VC を計算します。仮想仕事の原理より VC はこちらの式で計算されます。ここでは AC 間と CB 間の積分の和という形で表しておきます。そこで AC 間の積分に実内力と仮想内力を代入します。積分の範囲は0から2分の L までです。 ここでこの部分が実内力、この部分が仮想内力となっていることを確認しておいてください。これから AC 間の定積分を計算することにします。計算するとこちらのように 768EI 分の 5WL の4乗と求まります。次に CB 間の積分を計算します。 実内力力と仮想内力を代入しまますす積分分範囲は2分の、L、から L までですここでこの部分が実内力この部分が仮想内力となっていることを確認しておいてください積分の前にあらかじめ整理をしておきますこれから CB 間の定積分を計算します計算すると こちらのように 768EI 分の 5WL の4乗と求まりますこの結果は AC 間の定積分と一致しています以上より VC は 384EI 分の 5WL の4乗と求まりますこれは例題編3-1の結果と一致します ここで積分範囲を分割する場合の注意点について説明します。上の A が実内力の計算、下の B が仮想内力の計算です。A の実内力の計算では X の原点を点 A、一方で B の仮想内力の計算では X の原点を点 C にとっています。 この場合実内力 mx と仮想内力デルタ m x では X の取り方が異なっています。これでは積分計算が正しく行えません。そのため実内力 mx と仮想内力デルタ m x では X の原点の取り方を揃えるようにしてください。 以上のようにここでは仮想仕事の原理1の後半についてお話ししました。例題のポイントは以下の通りです。まず仮想仕事の原理による針のたわみの計算です。ここでのポイントですが、たわみを求めたい点に延長方向を下向きの仮想外力 ΔP を作用させることです。繰り返しになりますけれどもよく理解をしてください。 次は曲げモーメントのの式が区間でで異なる場合の扱いです。この時は積分区間を分割して後で相場を求めますこの時実内力 mx と仮想内力 Δmx で x の取り方を揃えてください。これを守らないと積分計算が正しく行うことができなくなります。以上で例題編を終わります。 最後までご覧いただきありがとうございました。